シュターデ軍、シュターデ軍、ロンドクライスステイドは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州北部に位置する軍である。この軍は、ハンブルク大都市圏に属し、西部は主にオステ川を挟んで、クックスハーフェン軍、東は、ハンブルク市、南東は、ハールブルク軍、南西は、ローテンブルク、ビュンメ軍と境を接する。北は、エルベ川が、自然の境界を成している。対岸は、 シュレスビヒー・コールホルシュタイン州、シュタインブルク郡とピンレベルク郡である。郡の北西はエルベ川である。シュターデ郡にはアルテスラントのほか、ケーリンゲンやシュターダーゲーストといった地域が含まれる。郡域内をシュビンゲ川、エステ川、リュウエ川といった小さな川が流れている。シュターデ郡は1932年にそれまで独立した郡であったヨルク郡。 ケーリンメン軍、シュターデ軍から新たに成立した。それ以後、軍域の変更はほとんどなく存続している。1937年の大ハンブルク法によって、東部地域、クランツがハンブルクに移管された。軍議会は60議席からなる。軍長はミハイル・レスベルク。軍議会の議長はヘルマン・クーゼマンである。 2004年の欧州議会議員選挙のこの軍での投票率は36.04%であった。上下に分割で、上部はさらに左右に分割。向かって、左上は金字に黒い塔。向かって、右上は青字に、銀の鍵。下部は赤字に、銀色の跳ねる馬。三つのシンボルは、下での歴史の重要な時期を表現している。 当は10世紀から12世紀のシュターデハクの時代である。鍵は、ブレーメンの鍵にちなんだもので、ブレーメン大司教時代を示す。ブレーメンの鍵は、軍庁所在地シュターデの紋章にも取り入れられている。ザクセンの馬はハノーファー及び、ニーガーザクセン時代を象徴している。田舎の住民は、その多くが、農業、特に果樹栽培、肥憶など土壌で豊かな実りをもたらすで生計を立てるか。 近隣のハンブルクに通勤している。軍内の輸送量は平均以上である。ダウ・ケミカル、ウス、エアバス、EON といった企業が住民の多くを雇用している。アルテスラントは観光化が進んでおり成功している。この地域には多くのレストランやホテルがある。ニュース雑誌、フォークスによれば、この軍はニーガーザクセンで最も高い経済力を持ち、 ホルクスワーゲンを有するボルフスブルク、ザルツギッター AG、鉄鋼業者のあるザルツギッター、マイアーツ汚を要するエムスラント軍を凌駕している。この軍の連邦全体での経済上地位は22位で、前年より3位上昇した。これは、道路、鉄道、海洋船舶が航行可能な深さを持つヨーロッパ内陸路であるエルベ川の交通の便が良いことが関連している。 この軍は、連邦道 B3 号線、B73 号線によって、ハンブルクと比較的良好に結ばれている。アウトバーン A26 号線の建設により、ハンブルクのモアブルク区で、直接、A7 号線に直結することになる予定であ。この道路は、2009年時点でシュターデからホルネブルクまでが開通している。完成は2015年の予定である。これとともに、 A20 号線を、下で近郊まで延伸させて、エルベ川を横断させる計画がある。現在、クックスハーフェンとハンブルクの間で、車でエルベ川を渡る際は、主にビシュハーフェン付近のフェリーで横断する。将来的には、A22 号線を、A20 号線から分離して、ベーザートンネルに接続する予定である。下で軍にはいくつも駅があるが、その多くは、 ニーダーエルベ鉄道ハンブルククックスハーフェン線の駅である。それ以外では、エルベコールベーザー鉄道、交通会社のブレーマーハーフェンブクステフーデ線の駅である。この他に、下記週末には、保存鉄道、モーアエクスプレスが1993年に旅客運行を停止したシュターデブレーマーフェルデ間を運行している。2004年12月12日から、軍前域が、 ハンブルク交通連盟に加盟した。これによりバスや鉄道は大部分が安価な運賃が保証されており、その利用が奨励されている。鉄道下ターで、ハンブルクイコールノイグラーベン区間は2007年12月9日の時刻表改定からハンブルク s ンに組み込まれた。これ以後、クックスハーフェンハンブルク中央駅間ニーエルベ鉄には、私鉄のメトロノーム鉄道会社により、 近代的な2階建て列車が運行している。シュターダーザンとシュターデ近郊からハンブルクへの快速列車は2008年春に大体期間なしに廃止された。シュターデ群にはエルベ自転車道をはじめ多くの自転車道が通っている。シュターデの工場についてはブルンスハーフェン地区に同名のブルンスハーフェン工業駅があり、主にダウケミカル及び2つの運輸業者。 ベアーチとアルフレートとオックが利用している。近い将来、シターデに現在ある小口扱いの貨物港に加えて、ビュッツフレート付近にコンテナ港が建設される。これにより、この地にある工場はより良好な販路を形成することができる。シターデ原子力発電所の閉鎖後、小口貨物港の拡張に関連して、石炭発電所の建設が話題になっている。 2008年10月まで軍内には完成した通行可能なアウトバーンが存在していなかった。これ以後はアウトバーン A26 号線の一部下でホルネブルク間が開通した。1984年5月28日にドイツ連邦軍の戦闘機 F-104 がシュターダーモアとグルースシュテルンベルクの間の民家に墜落した。これが原因で起こった火事により 女性1名が亡くなった。また、4名が重度の火傷を負って、このうち2名がほどなく亡くなった。パイロットは、射出座席で脱出して無事であった。現在のシュターデ軍は、伝統的に、プロテスタントルター派が有力な地域である。その宗教組織は、ハノーファー地方協会に属す。特に戦後になって、多くの難民や、南ヨーロッパからの出稼ぎ労働者、中央、 ヨーロッパや東ヨーロッパからの移民により、ヒルデスハイム市教区に属す大きなカトリック組織が形成された。この他軍内にはイスラム教徒、自由教会やエホバの承認の信者もいる。文化財保護のため、下で警官協会が設けられている。軍内をドイツフェリー街道が通っている。これは、キールとブレーマーフェルデの間の約50のフェリー、橋、 その他の海に関する見どころを結んでいる。全長約 250km の観光街道で2004年5月に設けられた。軍内ではビッシュハーフェンのエルベフェリー、ザムトゲマインでノルトケリンゲンの海平橋、ザムトゲマインでオルデンドルフの2つのロープ式都線が含まれている。ブックスティフではドイツメルヘン街道に加盟している。人口は時点の数値である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。